クマ駆除に対するクレーム電話、むちゃくちゃすぎてこれもうクマが電話してるだろと言われてしまうということを見てたと思います。最近ね、クマのニュースがテレビでもたくさん報道していて、どうやら今年の4月から10月のクマによる人身被害が統計開始以来最多だそうで、その原因の一つとしてはブナなどの喧嘩、どんぐりなどが凶作で餌を求めてクマが人里に出やすくなってるそうなんですが、その中クマ駆除に対する抗議の電話も各自治体にたくさんかかってきてしまっているようで、秋田県内の自治体にはどうやら1500件近くのクレームが殺到し、まあ、しかしクマが出没した町内からは苦情は一切来ていないそうで、さらに抗議の電話の中にはクマと関係ないウサバラシの電話もあるみたいですね。そういったクマ駆除に対する抗議の電話について聞かれた秋田県の佐竹知事は、抗議電話に対しこれ業務妨害ですと言い切り、すぐ切りますガチャンと対応すると言ったんですが、もうこれに対しここまではっきり言ってくれるのは素晴らしいだったり、マジでこの対応でいいといった知事を絶賛する声も上がってるんですが、まあ、やはり抗議電話の中にはそれは無茶苦茶だろというものもあるらしく、例えばこちらですね、抗議電話を30件した女性ですね、テレビ朝日がその女性に取材したそうなんですが、まあ、最初はね、当たり前のようにバカみたいにクマが来たら殺す、それしかできないのっておかしい、みんな野生の生き物って癒してるわけじゃない、クマは怖い汚い恐ろしいというイメージを植え付けられている、悪者じゃないよそう思わないとクマ駆除に対する抗議の意見を言っていて、さらにクマは母親一人で子育てするわけ、若い母親だったらどこに行っていいかわからなくて、やっとの思いで餌を探しているところを見つかって殺されて、想像すると本当涙出ないのあなた、やっとの思いで生きているのに人の手で殺されてと言っているんですが、このインタビューの最後にこう話したそうで、そう言いながらも私は実際のところ都市部に住んでるから、農村部に住んで熊の被害に怯えている人の気持ちわからないところもあるから、なんか自分でも微妙ということで、どうやらインタビューを受けながら自分でも複雑な気持ちになって微妙になったみたいですね。もうこれに対しては安全なところで無責任なこと言ってるだけかよだったり、熊の怖さを知らない人の綺麗事すぎる、最後考え揺らいでるの笑うといった件がありますね。まあ確かにね、熊の被害に怯えなくていい、都市部に住んでてこういう抗議の電話しても、ちょっと説得力がね薄いですね。さらに他にも新潟総合テレビによると、新潟県でも熊の駆除に関する苦情の電話が相次いでるそうで、内容としては殺処分するな、武器を使うのは卑怯だ、素手で対応しろといった苦情の電話が県外から数十件寄せられているそうで、業務に支障が出ているそうですね。もうさすがにね、武器を使うな、素手で対応しろはむちゃくちゃすぎるということで、これもクマが電話してるだろだったり、苦情を言うのに電話使うのも卑怯だろ、なら手本を見せてくださいよ、こういう電話をガチでしてる人間がいると考えるとクマより怖いという意見がありますね。まあさすがにね、武器を使うのは卑怯、素手で対応しろはもう何でもいいから苦情を入れたいっていう人が言ったと思いたいんですが、もうこういう電話も来てしまうみたいですね。もうこんな電話をね、苦情で入れちゃう人がいるというのが怖いんで、逆にね、もうクマが電話しててほしいんですが、まあ、そんなわけないんで、こういうクレームを入れちゃう人が実際にいるということですね。恐ろしいですね。といった感じで、クマ駆除に対するクレーム電話がむちゃくちゃすぎるということなんですが、まあ、確かにね、クマに怯えなくていい、安全圏からの、しかもこういったむちゃくちゃな電話だったら、秋田県知事もね、言ってたように、電話をガチャ切りでいいと思いますね。もうこれクマが電話してるだろ、と言われてしまうような、むちゃくちゃなね、抗議電話を、実際にかけちゃう人が身の回りにいるかもしれないということで、皆さんもね、クマとこういう人には気をつけましょう。以上です。